はい、皆さんこんにちは。今回は Google フォームを使って目的別に異なる資料を配布する方法について説明をしたいと思います。まあこれどういうことかというと、例えば学年別とか、例えば初等部、中等部、高等部別に異なる資料を配布するという方法です。早速やってみたいと思います。で、実際に作ったフォームがこちらにあるんですけど、例えばね、中等部の資料が欲しいよという場合には、これで次へと。これで中等部の資料を、はい、このように見ることができます。はい。じゃあちょっと戻ってあげて、まあ初等部の場合には、はい、次へとやると、このように初等部のこの資料ですね。はい、これが見れますよと。はい、それで次へ押すと、はい、ダウンロードありがとうございましたということで、まあこのような Google フォームの作成方法です。はい、それでは早速やってみたいと思います。で、まずは、これ、Google ドライブを開いて、はい、ここ、新規で新しいフォルダーですね。これを、はい、作ります。まあ、ここでは、資料としましょう。資料。はい、資料というフォルダーができました。はい、で、ここに、まず、配布する資料を入れてあげます。で、ここでは3つほど作ります。じゃ新規で、Google ドキュメントで、はい。1年資料とか、はい、します。でここではまあ1111としますか。はい、こんな感じで、はい、では同様に、はい、Google ドキュメントで、これで3つの資料ができました。ではこの3つの資料を Google フォームを使って目的別に配布をしたいと思います。では新規のところから Google フォームを作成します。はい、で無題のフォームとありますが、ここを、資料配布とかしますか。はい、でそうすると無題の質問とありますから、ここで、必要な資料を選択してくださいとかします。でここでは1年生、2年生で3年生、はい、はい、そしたらこれが重要なんですけど、この必須をオンにします。はい、そしたらば次にセクションを追加します。でセクションはどこにあるかっていうと、ちょっと自分で見づらいんですけど、ここですね。はい、セクションを追加とありますから、ここをクリックすると、今2つのセクション、はい、これが追加されます。はい、セクション中2個目のセクションということで、この他に3つセクションを追加してあげます。はい、1、2、3ということで、はい、5セクション中1個目のセクションということで、全部でこのように5つのセクションが追加されました。でそれぞれのこのセクションですね、最初のこのセクションには、はい、1年生の資料、はい、でここは2年生の資料、はい、でここが3年生の資料で、最後は一番最後のページなんで、例えばダウンロードありがとうございましたとか、はい、いうことで、まあ説明なんかあったらね、例えば当日資料をお持ちくださいとかね、はい、こんな感じで入れておくといいでしょう。はい、で次にここまでできたならば、ここのそれぞれの資料の説明なんですけど、これはどうするかというと、先ほど使ったこの Google ドライブですね。はい。これの URL を貼ってあげます。例えば1年の資料だったら、右クリックして、共有で、はい、ここをすでにして全員に変更にして、組織の場合は組織に全体にしてください。で、ここでリンクをコピーします。はい。これで1年生の資料を、ここに説明のとこに URL を貼ってあげると。はい、同じように右クリックして共有で、はい、ここでリンクをコピーして完了と。はい、で、これで、はい、2年生の資料に貼ります。はい、で、3年生も同様に、はい、右クリックして、はい、共有で、はい、リンクを許可してリンクのコピーをすると。で、これで3年生の資料に貼
あります。はい。で、あとは細かい設定なんですけど、ここですね。はい。ここのところで、今、ここの3点リーダーがあります。この部分です。で、ここをクリックしてあげると、回答に応じてセクションに移動とあります。で、これをクリックする。で、1年生の場合にはセクションで1年生の資料。2年生の場合は2年生の資料と。3年生の場合は3年生の資料ということになります。で、さらに、セクション1以降というので、これは、全部これダウンロードありがとうございましたに移動にしましょう。はい。ですね。で、ここも、で、次に、2個目のセクション、1年生の資料もここもダウンロードありがとうございました。で、ここもダウンロードありがとうございました。で、ここもダウンロードありがとうございました。ということで、はい。これで設定ができました。では、早速正常に動くかどうか確認をしてみたいと思います。はい。それでは、やってみます。必要な資料を選択してください。ということで、まあ、1年生、はい。次へ。はい、1年の資料になりました。じゃあ、戻って2年だったら、はい、次へと。はい、2年生の資料になりました。はい、で3年生ということで次へとすると、はい、このように3年生の資料になって3年生のこの資料が開けます。まあ、ちなみにここで次へ押すと、はい、これでダウンロードありがとうございましたということで、最後は送信をした方がいいですかね。そして、はい、これで完了です。はい、それでは次に、まあ、この資料をダウンロードするのに簡易的なね、パスワード、まあ、これなんちゃってパスワードになるんですけど、まあ、それを追加する方法を説明します。で、まずパスワードを入れるためには、ここでね、一番上のとこで、セクションを追加をクリックします。はい。そうすると、今ここに、無題のセクションと出てきますから、ここで、パスワードとします。はい。で、このパスワードを一番最初に入れるので、ここで、はい、3点リーダーから、セクションを移動をクリックして、一番上に持ってきます。はい、一番上に。で、これで保存をクリックしてあげる。で、今、この1個目のセッションの下ですね。ここに、はい、質問を追加で、ここで記述式とします。はい、で、そしたならば、ここ必須にチェック入れてあげて、この3点リーダーですね。回答の検証というのをクリックします。で、数値が、等しいと、次と等しいということで、パスワードここでは、まあ、1234とかしておきますか。1234ということだね。で、次にカスタムエラーテキストは、正しいパスワードを入力してくださいとかね。はい、こんな風に入れておくといいでしょう。はい、一応質問にも入れておきますか。これね。はい、できました。あれ、ちょっとこれがずれてますね。今この必要な資料は、セクション2なので、ここでね、ドラッグ&ドロップして、はい、ここに持ってきておきます。はい。これで大丈夫かな？はい。そうすると、今セクション1がパスワードで、セクション2が資料配布で、これ学年を選択するというふうになりました。はい。で、そしたらここ重要ですね。セクション1、このパスワード入れた後は、必ず資料配布に移動するとしてあげます。はい、これで大丈夫かな？はい、じゃあこれで早速回答してみたいと思います。はい、じゃあプレビュー。はい、正しいパスワードを入力してくださいということで、まあこれ適当なパスワード入れると、はい、このように、はい、エラーメッセージ出るので、ここで1234ということにしてあげると、次へ。で、必要な学年ということで、1年生だったら、はい、次へで、はい、1年生の資料になります。で、最後にこのパスワードの注意なんですけど、実はセキュリティが全くありません。一応、気休め的なパスワードなんで、まあ、そのつもりやってください。ある学校はね、結構ね、機密資料をこのパスワードで保護してるんですけど、実はこのパスワード全部見れてしまいます。まあ、どういうことかというと、右クリックをして、ここで検証というのをクリックします。はい。で、今、ここですね。はい、こちらです。まあ、これなんかよくわかんないのなんですけど、ここのところでコントロール F で、はい、ここでパスワードとか検索してあげると、はい、ここですね。はい、ここ。
はい、ここにパスワードは1234ですということで見れてしまいますので、まあ、ちょっと知識のある人には全く意味のないセキュリティです、はい、この点を了承して使ってください。これでねセキュリティかけてるね、まあ学校あるんですよね。はい、いかがでしたでしょうか。 Google フォームを使えば目的別にね異なる資料を簡単に配布できますので、ぜひご利用ください。それではまた。じゃの。この動画が気に入ったらチャンネル登録、高評価、コメント等よろしくお願いします。